滝沢社長の一手がコーチャーら出演につながった。ナンバーアンダーライン愛の脅威の成果とはこのような機会を得ることができた背景には、おそらく世界での彼らの人気と、アマゾンのドーム世界性配信があったのでしょう。まず、日本からこんなグループが現れるとは、誰も予想していなかったでしょう。彼ら自身も、 いきなりこのような舞台に立つことを夢にも思っていなかったはずです。滝沢社長が彼らに厳しい世界を見せたいと思ったのか、それとも彼ら自身が自らのレベルを知る機会を得たかったのか、その真相は定かではありません。しかし、平野さんが日本のファンから受けた温かさに触れ、その温かさを感じたことが、 彼らの成長に大きな刺激を与えたことは間違いありません。紅茶チャラでのパフォーマンスの後、彼らのダンスや歌がどのようにブラッシュアップされたのか、私たちは楽しみにしています。彼らがいかに成長し、進化しているかを目にすることは、ファンにとっても一つの喜びでしょう。しかし、私が最も驚いたのは、 トベがどのようにしてこのような大規模なイベントに参加する機会を得たのか、です。世界トレンドのトップに立ち、アマゾンのドーム世界性配信に登場することは、彼らにとって大きなチャンスでした。滝沢社長の戦略と手腕によって、彼らは世界の視線を集めることに成功しました。視聴数も想像を超えるものであり、 ビジネス的にも大成功だと言えるでしょう。しかし、紅茶アラートに彼らについてまともな取材が行われていないことには驚かされます。新しい情報がなく、彼らの活動についての記事が少ないのは残念です。彼らがアメリカの iTunes で10位にランクインし、他のジャンルでも3位になったという成果は素晴らしいものです。 彼らにとって初めての海外での成功は、彼らの才能と努力の証であり、誇りに思うべきことです。コーチャーラでのパフォーマンスが成功裏に終わった後、新しい学校のリーダーズが所属するレーベルの88社長が彼らを1時間だけのステージに押し込んだことは、驚くべきことです。このような機会を得ることができた背景には、 おそらく世界での彼らの人気と、アマゾンのドーム世界性配信があったのでしょう。そして、この成功の裏には滝沢社長の手腕と戦略があります。彼らの成功は、ただ単に音楽だけでなく、ビジネス面でも大きな意味を持ちます。紅ーチャーラでのパフォーマンスは、ファンにとっても彼ら自身にとっても大きな挑戦でした。 彼らがアウェイな場所でどのように成長し、どのような経験を積み、どのような刺激を受けたのか、ファンとしては興味深踊り字です。そして、彼らが成功裏にパフォーマンスを終えたことは、彼らの才能と努力を証明するものであり、私たちファンにとっても誇りに思うべきことです。しかし、彼らが世界的な成功を収めるには、 まだ時間がかかるかもしれません。彼らはまだ新しいグループであり、彼らの才能や魅力が世界中に広まるには、もう少し時間がかかるかもしれません。彼らが K-POP と比較されることは避けられませんが、彼らは K-POP ではなく、彼ら自身の個性を持つグループです。今回のコーチャーラは、 彼らが世界に向けて自己をアピールする良い機会であり、彼らの名前がより多くの人々に知られるきっかけとなることを期待しています。ナンバーアンダーライン愛が日本の音楽シーンにおいて、まだ自分たちの存在を確立しきれていない中で、いきなりコーチャーラのステージに立ったことは、まるで夢のような出来事だった。 滝沢社長が彼らに厳しい世界を見せたという話を聞いて、彼らも自分たちの実力を再認識したことだろう。特に平野さんが日本のファンの温かさを感じたと言っていたことは、彼らにとって大きな刺激となったに違いない。しかし、私は興味深い疑問を抱いた。 なぜナンバーアンダーラインアイがこのような大規模なイベントに参加できたのか。その背後には一体どのようなつながりや戦略があったのだろうか。もしかしたら、世界的なトレンドのリーダーである滝沢社長の手腕が大きな影響を与えたのかも、しれない。彼の戦略的な視点から見れば、 コーチャーラでの世界性配信は大きな成功につながるだろうという予測があったのかもしれない。その証拠に、アマゾンによる世界性配信は視聴数において大きな成功を収めたと言われている。コーチャーラーと彼らについての取材や情報はほとんどないという現状に驚かされる。しかし、アメリカの iTunes でのランキングや、 他のジャンルでの成績を見ると、彼らの成功は明白だ。初めての海外でこれほどの成果を上げたことは、彼らにとって大きな快挙だろう。さらに驚いたのは、コーチャーラのステージに立った背後にあるつながりや力関係だ。新浪やサントリーなど、様々な企業や団体が関わっているようだが、その裏には一体何があるのだろうか 滝沢社長や新浪の関係性が、彼らにとって特別な扱いを受けさせる要因となっているのかもしれない。それにしても、ナンバーアンダーライン愛が紅茶らのステージに立つという出来事は、まだ会社が始まったばかりの彼らにとっては驚くべきことだ。しかし、彼らがパフォーマンスを行った際に受けた声援や盛り上がりを見ると、 彼らの成功が確実であることを感じさせられる。彼らはまだデビューして間もないグループだが、そのパフォーマンスは素晴らしく、世界での成功に向けた第一歩として大きな意味を持っている。ナンバーアンダーラインアイが世界的な注目を集めるにはまだ時間がかかるかもしれないが、彼らは着実に前進している。 デビューしてからまだ4ヶ月しか経っていない彼らにとって、これ以上ない大成功を収めたことは驚くべきことだ。彼らの目指すのは K-POP ではなく、独自の道を歩むことだ。コーチャーラでのパフォーマンスは、彼らにとって世界に名前を知らしめる良い機会であり、彼らが成功を収めるための重要な一歩となるだろう。ここで疑問が湧いてくる。 彼らがこれからどのような展開を見せるのか、そして彼らが世界でどのように認知されていくのか、私たちはこれからも注目していく必要があるだろう。このまま彼らが順調に活動を続け、成功を収めていくことを願っています。彼らのこれからの活動に注目ですね。さて、皆さんはどう思いますか 彼らの今後の活動に期待は高まりますかそれとも、まだまだこれからという感じですか